チンケラスチェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。本日はバルセロナ系来てますので見ていきましょう。翼くんから見ていきます。力属性の OMF 限定の選手ですね。まだ DMF とかできないのでご注意ください。メイン技、クロスホークショットということで、まあ、こちら初ですかね。540威力でリバウルトのシュートになるんですけども、まあ、一応最大威力の技にはなってます。そしてスナップスライディングということで、465威力の一番強いタックル技来てますね。なんでオーロラカーテンより強いんで、まあ、この辺はいいんじゃないかなと思います。でフライングドライブパスという形ですね。特技は日本選手キラーの A、 日本選手に対してパラメータプラス 20%、 チムスキー超団結、力クラブ&5人以上の 25%、 絆、力属性が2人以上いると全員のパラメータプラス 5% ですね。でこれだけというところなので、まあ、5% のみの選手になってます。ホットライン付与翼、味方のフォワードは翼からのパスを受け取ると次のコマンド選択時にパラメータプラス 5% ということで、まあ、ちょっと条件厳しめで、さらに 5% という感じになってます。全力ゲージアップ、マッチアップで勝利すると全力ゲージプラス 15%、まあ、これが強いですね。そして必殺技封印、マッチアップ相手のパスカット必殺技を1つ封印で、これは確実に封印しつつ、必殺技封印、マッチアップ相手のタックル必殺技を1つ封印、発動率 60% ということになってます。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チムスキ75、バフ50で見ていきます。スタミナは1551ですね。まあ高いですね。スタミナすごく高いです。はい、数値としてはこのような形になっております。まず何も乗らない場合、ドリブルが 51,700、 シュート 56,000、 パスが60,000、タックルが 54,500、 パスカット 51,800、日本キラー 20% 乗ってくるとドリブルが 58,600、 シュート 63,500、パスが 68,300、タックルが 61,800、 パスカット 58,700 ですね。技威力合算して見ていきましょう。まあ、最大威力全部つけてます。まずドリブルですが、何も乗らない場合、海外選手相手だった場合は 269,000 で、パスに関しては 274,000 で、490ワンツーつければ295,000ですね。まあ、なので海外相手には読み勝たないといけないという感じかなと思います。ワンツー使っても295,000なので、まあ、なかなかご両親が効く選手ではないのかなと思われます。タックルに関しては253,000、パスカット246,000、読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルが300,000ですね。で、パスカットが298,000ということなんで、まあ、例えばナトゥレーザーで、あとはサンターナー、まあ、こういったキャラクターに捕まっちゃうと、まあ、ゴリっていかれるということになってきますね。まあ、読み勝って320,000ぐらいを超えてないと、まあ、ちょっとゴリ押しされる可能性っていうのは十分出てきちゃう数字という感じです。続いて日本選手キラー乗ってきた場合ですけども、ドリブルが300,000、そしてパスが310,000で、ワンツー使えば330,000ということで、まあ、非常にパス値が高いですね。日本選手相手であれば490ワンツー使って330,000が出せるんで、まあ、これは超フェスの翼を超えるような数値かなと思います。なんで、まあ、属性有利の相手とかであればかなりご利用し性能が高いという感じですね。タックルは287,000、パスカットは279,000ということで、日本選手相手には読み勝てば十分取れそうな数値が出ております。読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルが349,000、パスカットは338,000ですね。なので日本相手には十分読み勝ったら、取れるという形になります。まあ、ただシュートなんですけども、まあ、一応今回540の最大威力シュートついてるんですが、343,000ということで、まあ、日本キラーが乗るってことは若林とか若島津、まあ、中学校の若島津とかだと思うんですけど、その辺が結局抜けないというキャラクターになってます。で、海外選手に打つ場合、まあ、ヘルナンデスとかだと思うんですけど、そうすると300,000なんで、まあ、これは全然入んないという感じですね。なんで今回の翼くんはシュート打てるキャラではないですよというところになってます。まあ、ただパス値非常に高いのと、まあ、タックル新技とかもあるんで、技取りとしてもいいのかなと思います。歴代翼くんと比較してみましょう。まずドリブル見ていきます。ドリブル値一番高いのは中学校の、まあ、最大値ですね。リンク、ホットライン、日本キラーというところ乗ってきた場合は326,000まで出ております。で、まあ、ゴールキーパーキラーは乗ってこないので、まあ、次に来てのマッチアップマスター単体の翼くんですね。316,000、今回の翼くんは305,000という形ですね。まあ、一応前の代表翼くん、まあ、こちらの数字は超えてくるということになりますので、日本選手相手にはそれ以上の数値が出てますというところですね。シュートを見ていきましょう。シュートに関しては超フェスやはり高いですね。38,000で、まあ、中学校が最大値で360,000ですね。で、代表翼が352,000に対して、で、今回の翼は343,000ということで、まあ、どのぐらいかというとデバフの翼くんと同じぐらいという形になってます。まあ、なんで、まあ、すごいシュート入るキャラではないという感じですね。
ではパス値見ていきましょう。パスに関してはフライングドライブパスで見てるんですけども、フライングドライブパス使った場合で日本選手キラーが乗ってくると、今回の翼くんパス値一番高くなってます。31万ですね。なんで普通のパスだったとしても、まあ、属性有利相手とかであれば十分ご両親が効きそうなあのラインまで来てますね。まあ、32万超えてくるとだいぶ効くって感じなんですけど、ワンツー使ってあげれば33万でしたんで、まあ、この辺は超フェスのマッチアップマスター単体の数字超えてますというところです。代表翼くんですね、こちらも十分数値超えてるので、まあ、日本キラーさえ乗れば、ね、前回の代表翼よりはオフェンス値十分高いですよという感じになってます。まあ、ただ日本キラー乗ってこなかった場合はこれ以下ということになりますので、まあ、代表翼でもそんなに悪くないというところですかね。ここを比較すると、タックルパスカット見ていきましょう。タックル値、一番高いのは、今回の翼くんですね。マッチアップマスターは守備に乗ってこないので、今回の翼くんが日本キラー乗って28万7千で一番高くなっています。で、今回翼くんの465のタックルを他キャラにも移植した前提で見ていくと、その次に来てるのが超フェスですね。27万8千。まあ、タックル少しね、弱かったと思うんですけども、前の455っていうのと比べると、まあ、少し上がってますという感じですね。まあ、なんで、この辺は、少しでも技威力高い方をつけた方がいいかなと思われます。代表の翼くんと比べてもタックル値は日本キラーが乗れば高いという形にはなってます。まあ、ただ何も乗らない場合には下に来ているということで、代表翼の場合いつでもこの数字が出せるっていう点で強いかなと思います。パスカット見ていきましょう。パスカットに関して一番高いのは代表翼くんですね。28万。でその次に日本キラー乗った時の今回の翼くん27万9000で、超フェスが27万7千という形です。まあ、日本選手キラー乗れば、超フェス翼くんの守備値っていうのを両方超えているという形なので、まあ、非常に優秀かなというところですね。あとは海外選手マッチでどうしてもご了承されたりとかっていうところが見えてるので、その辺を注意してやっていく必要があるかなと思われます。続きましてパジョル見ていきましょう。力属性のディフェンダーの選手ですね。メイン技がフィアレスブロックの S480 威力、クラッシュタックルの S475 威力、カウンターパスカットの S455 威力がついてます。まあどれも最初から S 技ついてるんですけども、タックルパスカットに関しては最大技じゃないので490技ですね。まあ、こちら持ってこれるかどうかは見てほしいかなと思います。特技はライジング3選手キラーの A、 ライジング3選手に対してパラメータープラス 20%、 チムスキー長弾血力クラブ&5人以上の 25%、 絆力属性が2人以上いると全員のパラメータープラス 4%、 絆力属性が2人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3.5% ということで、絆が優秀ですね。バフデバフで7.5 あるという感じですね。でさらにスペインクラブ選手のパラメータプラス 1% ということで合計 8.5 まで最大いけますよという形です。まあ、なんで絆要因とかとしてはかなりいいんじゃないかなと思います。スタミナ消費量減少、味方のカタルーニャ翼、カタルーニャリバウールは必殺技使用時のスタミナ消費量マイナス 15%。 まあこれかなりでかいと思うんですけども、まあ、結構特定的というか、まあ、そんな感じのスキルになってますね。自動ブロック&パスカット強化、自動パスカット及び自動ブロック時 80% の確率で必殺技が発動する。まあこれは優秀という形です。4突で見ていきましょう。フィジカル 10%、 チム付き75、バフ50で見ていきます。スタミナ1528ということで、まあ、スタミナが高いという感じです。はい、数値としてはこのような形になっております。何も乗らない場合ですね、ライサン選手以外というところでドリブル 48,600、 パスが 43,800、 タックル 53,000、 ブロック 63,000、 パスカットが 55,600 ですね。ライサンキラー 20% 乗ってくるとドリブルが 55,000、 パスが 49,700、 タックルが 60,000、 ブロック 71,000、そしてパスカットが 63,000 という形です。で技威力合算してみていきましょう。オフェンスに関してはライサンキラーが乗ってもですね20万前半ということなんで、読み勝っても抜けない可能性結構高いですね。なんでこの辺は気をつけてほしいなと思います。まず何も乗らない場合守備ですけども、タックルが26万、ブロックが30万、パスカット27万2千ということで、まあ、490とかね、そういうパスカットとかタックルつけてるんですけど、読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルが31万3000で、ブロックは36万6000で、パスカットは32万8000。まあ、基本的には読み勝てばあのタックルパスカット取るかなと思うんですけど、ライサン選手以外で32万ぐらいのドリブルを出してくるようなキャラクターだった場合は抜かれてしまうというぐらいの設計値になってます。ブロックに関しても、まあ、ライサン選手以外でこの36万6000超えれるキャラってなかなかいないのかなっていうところはあるので、まあ、大抵止まりそうだなとは思うんですけども、まあ、37万後半系、そのビクトリーノのクラブ選手だったりとか、まあ、そういったキャラクターに関しては37万超えてくるので、止まらないですよという感じになってきます。
続きまして第3キラー 20% 乗った場合ですけども、タックルが29万5000、ブロックが34万3000ですね。でパスカットが30万という感じになってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルパスカット、タックルが35万5000、パスカットが37万、まあ読み勝ったら十分取れそうですね。でブロックが41万5000という感じなので、読み勝った時のブロック値非常にライサン選手相手には高いですね。でおそらく翼くん以外の選手であればブロック読み勝ちで止まるんじゃないかなというふうに思われる数字ですね。まあ、翼くんだけマッチアップマスター単体とかも複合してですね、40万ぐらい のシュート値出せちゃうので、そこに属性フリーが乗っちゃうと、まあ、ちょっと抜かれるかなと思うんですけど、他キャラはまあヒューカくんとか、まあ、全然止まるんじゃないかなと思います。でもしタックルとかパスカット、これ低いのをつけなきゃいけないと、まあ、そのままついてるのをつけなきゃいけないってなった場合にどうなのかっていうところなんですけど、読み勝っても34万6000とか34万9000出てるので、初期からついてる技だったとしても全然問題ないかなというところですね。もちろん強いのつけるに越したことはないので490を持ってきた方がいいかなとは思います。歴代パジョルと比較してみましょう。まずタックル見ていきます。タックル値、渾身初段浮き玉キラー、まあ、これはまあタックルとしては乗ってこないですね。フォワードキラーシュートキラー、まあ、この辺も覗いてみていくと、ライサンキラー 20% 乗った時の今回のパジョルが295,000、まあ、一番高くなってます。渾身初段のパジョル291,000という形ですね。まあ、なんで一応タックル一番特技が乗れば強いというところになります。まあ、前回出たパジョル、フォワード OMF キラーとかのパジョルが283,000という形ですね。続きましてブロック見ていきましょう。ブロック値ライサンキラー乗って343,000、一番高いですね。まあ、浮き玉キラーとか、まあ、そういったキャラクターも十分超えているというところになってます。まあ、ブロック値も一番高いかなというところですね。まあ、前回のフォワード OMF キラーのパジョルに関しては28万なんで、ブロック自体はそんな高くなかったというところがありましたね。パスカット見ていきましょう。パスカットに関しては浮き玉キラー乗った場合は32万、フォワード OMF キラーのパジョルですね、318,000、ライサンキラーのパジョルが308,000ということで、まあ、パスカットに関しては前回パジョルを下回るという結果になっております。続きまして同じライサンキラーの伊沢くんですね、こちらと比較してみたいなと思います。タックル見ていきましょう。ライサンキラー乗ったところだけでこう比べていくと、タックルに関しては伊沢くん299,000で、今回のパジョルが29万5000なんで、ちょっと伊沢くんより弱いという感じです。まあ、ただ絆性能が上下で 7.5 ということもあるんで、まあ、ほぼ変わらない伊沢として使えるんであれば、絆を鑑みてパジョルの方がいいって思う方も結構いるかなとは思います。ブロックに関してはパジョルの方が上ですね。なんで読み勝った時のブロック性能はパジョルの方が高いという感じになってます。パスカットは伊沢くんの方がちょっと上という形ですね。続きましてチャービですね、最後見ていきましょう。技属性の OMF、DMF の選手、メイン技が追撃ジャンピングタックルの S465 威力ということで、一番強いタックル技が来ております。ルアーフィードの S455 威力、鮮やかなパスカットの S450 威力がついてます。まあ、タックルパスカットを最初からついてるんですけども、パスカットに関して最大技じゃないので、であとドリブルとか持ってくる必要があるかなという感じになってます。特技は全力ゲージアップの A、 マッチアップで勝利すると全力ゲージプラス 25% ということで、まあ、これはかなりでかいですね。でチムスキー超団結、技クラバーの5人以上の 25%、絆技属性が2人以上いると全員のパラメータプラス 5%、パラメータアップスペインクラブのパラメータプラス 1.5% ということで、上下 6.5 が最大でつけることができますね。必殺技封印、マッチアップ相手のパス、パスカットの必殺技をいずれか2つ封印、発動率 60% ということで、まあ、発動率60%ですけど2つなんででかいですよね。ホットライン付与チャービ、味方のフォワード MF はチャービからのパスを受け取ると次のコマンド選択時にパラメータプラス 5%、 そしてリカバー、味方のカタルーニャ翼、カタルーニャリバウルの行動不能時間を 10% 短縮。まあ、リカバー 10% っていう話だとそんなに意味あんのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、この 10% が、まあ、実際どんぐらい短縮されるものなのかというところは、まあ、一つポイントかなと思います。オフェンス 10%、 チムスキ75、バフ50、4突で見ていきましょう。スタミナ1443ですね。特技でパラメータアップする要素ないですので、まあ、そのままの数字になっております。ドリブルが64,000、パスが67,500、タックルが56,800、パスカット51,000ですね。技威力合算して見ていきましょう。チャービの場合はシュート480あるんですけども、合算威力299,000ということで、シューターという感じではないかなと思います。まずドリブルですけども288,000で、パスが307,000という形です。まあ、読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブルが35万、パスが37万ということで、読み勝てば抜けるという形ですね。
タックルが26万4000、パスカットが24万2000ということで、パスカットがちょっと低いのかなという感じですね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルは32万1000なんで、まあ32万超えてますというところなんですが、パスカットが29万4000なんで、ワンツーゴリ押し、パスゴリ押しみたいなところはちょっとされちゃうのかなという感じのキャラクターになってます。さらに475持ってないっていう感じになってくると、450になってしまうので、読み勝って28万。まあこれは結構通されるかなという感じですね。まあチャービーとかも普通に30万のパス値で出せてたと思うんで、まあそういったキャラに、読み勝っても取れないという感じになってきます。まあ封印のガードとか、封印はするんですけどガードもないので、まあそういった意味で技複数とか持たせたいことを考えると、パスカットも複数持ち、できるといいのかなと思います。前回のチャービーと比較してみましょう。ドリブル見ていきます。ドリブル値若干高いですね。今回のチャービーが28万8000、前回が28万4000。で、パスに関しても若干高いですね。今回が30万7000、前回が29万3000。ただ、タックルパスカットにおいては前回の方が高いですね。前のチャービーが27万1000、今回が26万4000。で、一応タックル移植した前提になってます。で、パスカットに関しては24万2000。に対して、まあ、前回は28万ということなんで、まあ、攻守ともにバランス取れてるのは前回の方がバランスいいなというところでしょうかね。OMF、DMF ということで松山と比較してみたいと思います。ドリブルに関しては松山の方が29万5千という形で高いですね。今回のチャービーは28万8千。で、パスはほぼ変わんない感じですね。まあ、若干チャービーの方が強いという形になってます。松山が30万4000、チャービーが30万7000ですね。まあ、ただやはり守備面でしょうかね。今回のチャービーはタックル26万4000、松山くんは29万3000。パスカット、チャービーは24万2000、松山くんが27万4000という形です。はい、というところで今回バルセロナ見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、翼くん、そしてパジョル、チャービーって出てきたんですけども、まあ、パジョルとかは上下 7.5 あって、さらに追加バフもあるということなんで、まあ、そういった部分で使い、まあ、安さというかっていうのはあるのかなと思いました。まあ、チャービーはちょっとパッとしないような数字なんですけども、別に決して弱くはないかなと思います。で、翼くんもシュート打てないんですけども、まあ、日本選手相手であれば、まあ、かなりステータス的には高いというところなので、まあ、この辺はデッキに合わせて検討いただければいいのかなと思います。まあ、一応それ、まあ、翼くんタックル専用のタックル技がついているので、まあ、そういった技取りの需要とか、まあ、クロスホークショットを打ちたいとか、まあ、そういったのもありなのかなというふうには思われます。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。